ポケモンソルジャーの A0 です。うつないです。ヘリピンです。アコフルです。今回はニプリーグの大人気コーナーファイブリーグをやっていきます。堂々と成果するやっちゃうよ。今までニプリーグのクイズはファイブボンバーとパーセントバルーンをやっていったので第3弾ですね。うんうん、メインを全部やっていってる。このゲームは答えが5文字になるクイズが出題されるので5人で手分けして1文字ずつ答えるというクイズです。でも僕たちは4人しかいないので今回は最強 AI 名倉 GPT がチケットとして参戦してくれるそうです。新型機と名倉 GPT は絶対に正解しますが何文字目を答えてくれるかは分かりません。なので残りの4文字を埋めましょう。まあまあ適当やなそれ。ポケモンのクイズでしかも5文字が答えでしかも1文字答えてくれるってめっちゃ簡単ちゃうって気はするよね。ルールとしては答えが5文字の問題と名倉 GPT の回答が出題されるので名倉 GPT の回答を使ってそれ以外を4人で埋めて答えを完成させます。名倉 GPT は自動で正しい場所に正解の文字を埋めてくれる天才 AI です。天才だ。答えがガブリアスで名倉の回答がブの場合がリアスを答えれば成功。場所は相談して決めます。はい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 。簡単そうに思えるけどな、これだけ聞いたらね。協力ゲーだな。だってポケモンクイズなんだったら、それの答えめっちゃ分かってるバージョンや。ねえ、ヒントあり。ということですよね。どうなんですか？難易度。どうなんでしょう？どうなんでしょうね。全10問、8問正解でクリアだって。いつもよりかはこういう、なんかライン的に厳しいか？簡単なだけあるのかな？簡単ではないと思うけど一部だけわかるとかあるのかな。まあそういう問題なんだろうけど、でもなんか相談してたらなんか答えをなんか誘導するみたいな流れになっちゃいそうだし、もう左から順番に並べてったらいいんじゃないか。だから名倉がいる場所を避けて左からエゼロ切ないヘルピン箱船で埋めていったらいいんじゃないか。それでいいよ。てかまあそれがファイブリーグのあるべき姿、うん、まあ確かに引き返しないしね。まあじゃあ全員正解が求められると、そういうことや。じゃあやっていきましょう。協力系だからね。うん、頑張ろうね。直接協力はできんけど、ね、協力じゃないね。自分は自分の正しいと思う答えを書くだけだ。おおじゃあ第1問。進化前の素早さ持続値は91であり、進化したことによって素早さ持続値が71に下がってしまうポケモンは何でしょう？こういうレベルの問題が出るのね。えぐ。ちなみにわからない。マジでわかんない。嘘だよな。何こいつ。考え方あるかなこれ。S 下がるポケモンっていっぱいいるよな、進化して。いやーもう無理だろクリア。これいけんのこれ。いやわかんないけど、これは言わない方がいいか。自分の考えは後でいいわ。俺一つもわかんないんだけど。これだって結局この問題を全員がそれぞれ完全に理解しなきゃいけないんだもんね。1個答えるとか言うけど結局5文字分かってないと答えられないから。ほぼドが入るって言われてもなポケモンの5文字のポケモンでどっかにドが入るポケモンっていうことは分かる。思ったよりヒントないなこれ。進化後ではある。確かに進化後でもある。進化前が結構早いのよ。進化前の種族値あんま覚えてなかったけど。では全員の回答オープン。ドからす。正解。お正解でしょ。はい。いやこれね、あの分かんなかったんだけど語尾素で終わるポケモン多いから一旦素書いてみた。すごいやば。まあ船を一番最後にしたのはじゃあ良かったのかもしれない。素安定。たまたまや。S71 メガバンギとビーダルとドンカラスしか知らないから闇カラスって91なの。そう闇カラス91もあったんだってなった。そっちなんだ。闇カラス早いんだね。とても早いです。いたずら心だから S とか何も見てなかった、うん、いらないよね。では第2問。ミニドリルとガメノデスが共通して持っている特性は何？名倉の回答パパパパ。簡単だな。ミニドリルとガメノデスパパパで考えるんで、普通に鬼ドリル鬼ドリルの特性ガメノデスの特性3つとか考えればいいよ。鬼ドリルの特性え、そうパやね。パやで。え拡大してあげようか。親切に大きくしてくれた文字。ガメノデスの特性鬼ドリルは無視しよう。ガメノデスの特性もう簡単や。簡単だって。俺とか鬼ドリルの特性無視すんの。鋭い目しか知らん。じゃあわかる。鋭いパーマジか。無理だ。ガンテガメノデスは硬い爪しか知らん。おいおいおい、もう一個あるだろう。やばい、どうしよう。歯が入るだけなんだから歯が入る特性考えたらいいやん。5文字の普通にファイブリーグだったらさ、もうノーヒントだからもっと無理だったんじゃないか。歯が入ってるのないからね。では全員の回答オープン。スナイパー。
正解。よし。はい。知らんけど。知らんけどなの？パが入る5文字の特性がスナイパーなんかな。あれ知らない？三の実ガメノです。知らないです。何ですかそれは。三の実、カラヤブ、エッジで、HB クレセリアとかムフリガブリアスをワンパンするっていう。パを含む特性は他に、3パワー、ヨガパワー、テレパシー、おー、つまり何も入っても、伸ばし棒。船伸ばし棒安定じゃん。ほんまや。危ねえ。やるな。一番初めにヨガパワーが思いついたから、伸ばし棒書いとくかっていうのはまあわかる。気持ち的にも。では第3問。カウンターとミラーコートを覚えるポケモンのうち、素早さ出力値が100以上のポケモンは何？いや、むずいな。いや。村の回答で。突然むずい。え？で？は？マジでわからん。一旦これ、まあ、どうせ一匹しかいないんだろうから。カウンターとミラーコートを覚える。やばい、何も思いつかない。だってでだよ、で。いやわかんねえ。でって珍しくね。そんなことないだろ。ドヒドイで、デン樹木。ででんね。ででんねヒントだな。S100 以上だしな。4文字やん。空欄で定列したらいいじゃん。まさかのこれスペース。むずいむずいこれ。霊のポケモンって結構いるよね。冷静に考えて。しかも頭文字とも限らないから、中途半端なとこに入ってこられるとうざいし。あ、あれじゃね？違うんだ。ひらめいたかもしんない。いや、二択なんだ今俺。二択？うん。なんか覚えそうな雰囲気をしてるポケモンと言うべきか。違うのかな？いや、マジで二択なんだけどな。じゃあ全員の回答オープン。デオキシン。やらせたしか。いや、思ったんよ、そう。デオキシスとフーディンで迷ったんやって。あー、まあ、覚えそう。まあ、フーディンは。まあ、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 確かに、うん、ミラーコート覚えそうやな。マジか。最初スって書いたのに。昔さ、デフィネスしか覚えないとかあったよね。え、今はもうそうじゃないの？違うの？あれって元に戻しても多分覚えてるから。別に、何、おかしくはないんだけど。うん、できるね。問題として。両立は可能。ロトムとかと違って。意外と難問。いや、惜しいなぁ。二択まで行ったんだよ。二択まで。でも、デオキシンってなんかいそうだけど、ちょっと。薬局に売ってそう。確かに。薬の名前。では第4問。ワザマシンに採用されたのは、ポケットモンスター赤緑の1回のみである、ワザマシン07の技は何？いや、知らん。やばいな。ええー、裏の回答の。の。あられだろ。の。初代にあるののが入る5文字の技考えればいいんだろう。うん。飲み込む。は絶対ないし。水鉄砲とかあるでしょ。バブル光線とかもあるイメージある。あるね。初代のワザマシンか。ひらめいた。これだ。あれかな？安いね。あれだな。あれだな。すごい。マジで出ない。何も出てこない。これ来たわ。はい。では全員の回答オープン。つのどおり。わー、マジかはい？いや、これわかる？角でつくなんだけど。わかるけど。わかっとるわ。痛くやん、これも。いやいや、技マシンないよ。角でつくわ。ないの？いや、わかんないけど。いや、角ドリル、あれだから。売ってるから、2000円。あ、そうなんだ。そうそう。そうなんだ。デパートで買って、横当たる使って、二度キングで無双するんだよ。無双すんの、それ。マジで全部当たるから。そうなんだ。めっちゃおもろい。S が高い方がよく当たるから、確か。いやー、くそ。やばい。もう失敗できない。やばい。あれあれもうあれあれもう2問目だ。これこそ1問目に俺ができればな。確かに。ああ、両対応。順番ね。並び替え重要やったな、これ。並び替えを灰だからな。やっぱ変えるか。やっぱこれから変える。そのルールに今から適用する。追い詰められたから。追い詰められたから。追い詰められるからだから。あまりにも早いから追い詰められるの。くそー。順番替えあり。順番替えありにしよう。一番最初に思いついた人が順番配置？ああ、配置を決めるっていうね、それか。ああ、そうしようじゃあ。じゃあ、わかんない人は多分当たらなそうだなという心を取っていくみたいな。では第5問。マーシャドウにマーシャドウ Z を持たせると出すことができる Z 技は何？やばい。読めない漢字きた。やばいやばい。もしかして、そういう漢字きた。しかも、そういう漢字で書けってことでしょ？まあそうでしょ。日本語としては発せられるんだけど。いやー。言葉は分かる、これは。これ、もう俺詰んだけど大丈夫？ちょっと待って、もうダメだ。順番誰が決める？いや、分かったけど。じゃあ、切ないさん決めて。あ、俺が一番目じゃないの？これ違うの？あー、船一番目がいいね、多分。そういうことでしょ、多分。で、ヘルピンさん二番目？はぁ。で、3文字目がタクなんだよな、多分。3文字目が一番難しくて。分かりようある？てか、本当にこれ。大丈夫？うん、船は頑張って。うん、俺、知らないけど、本当に。何も。何も知らないとこから分かるの、これ。雰囲気で。いや、絶対無理じゃん。
もしかしたら当たるかもしれない。まだワンチャンある。じゃあ俺3文字目で、3文字目っていうかあれね、3番目ね。俺が3番目で、うん。A0 が4番目。1文字目が一番簡単なのかもわかんないけど。何？だってこの技わかんないもん、そもそも。あ、なんてこった。絶対絶命よ。終わるかもしれない。では、全員の回答オープン。影星だっコンタイ。うん。うん。まあ違うんですけど、漢字は、あー違う、奪うか。違う。いや、だってここむずいじゃん、絶対。スチールだから、シャドウスチールだからね。そう、奪うか。なるほどね。七星は何？何って言われても、七星奪魂隊って技だし。わからねえ。難しい。そういう技です。普通に知らんかった。でもこれ絶対さ、フリップで書く本家スタイルだったら無理よな。漢字難しすぎて。奪うとか書いたことないし。奪うはなかなか。確かに書かない。いけないな。では10問中8問正解でクリア達成ならず。残念。残念だな。3問連続不正解。まあでも面白いからやろう。7目指して、ね、7いこう。7目指残り全問正解から全問正解。では第6問。シーミをフォルムチェンジさせるために必要な道具は何の花でしょう。グラの回答グ。あれでしょ、罠か。罠か。じゃあちょっと決めるわ、うん、順番わかるわかる、言いたいことわかるよ。テレピンさん、まあどっちでもいいな。自分、切ないさん、船でいこう。はい、ありがとうございます。なるほどね。いや、さすがにわかるけどね。わかるよ。俺もさすがにわかるよ、これ。はい、では全員の回答オープン。グラシデアの花。正解。おい。はい、危ない。まあまあ。よくね、グラデシアと間違えることがあるから、まあ、これ。間違えることで有名な。てか、小学生の時間違えて覚えてる。わかる。ではファインプレイでした。ナイスナイス。立て直していこう。では第7問。ヘッドモンスター金銀で、ワタルノプテラが使用してくるものの、実際に習得できるようになったのは、ファイヤーレッドリーフグリーンの教え技が最初である技といえば何？こんなん余裕やん。余裕だね。じゃあヘルフィンさん順番決めて。いや、全然わかんないけど。全然わかってない、さそうな人もいるから。まあ、A0 わかってそうだから、箱船切ない俺、A0。俺最初なの？マジ？頑張れ。マジ？最初なのって言われても。プテラが使ってくる技で、名が入ってる技よ。いいっすよ。ファイヤーレッドリーグにやってないんだっけ？いや、やってたんだけどさ、この教え技ってやつがね、一回しか教えてくれなかったよね、確か。だからね、ケチって一度も使ったことない気がする。わかる。わからんくはない。わからんくはないね。メガトンキック、メガトンパンチは教えさせてみるけど、めっちゃ弱い。メガトンキック、メガトンパンチの頃だけ、その使用知らないから一旦覚えさせるんだよね。メガトンキックリザードンね。そう。間違えたらごめん。これしか思いつかない。では、全員の回答オープン。いわなだれ。よし。あぶねー。オッケー。正解。これ押し技なんだ。岩山トンネルで教えてもらうんだっけ。そこまで覚えてない。そうかも。教え技かどうかは知らんけど、プテラが撃ってくるのは覚えてる。そっちで覚えてる。世代だな。では第8問。ポケモン GO において、アイスルアーを使用したポケストップの近くでのみ進化して入手することができるポケモンはグレイシアと何？やばいやばいやばい。なんだそれ。わかんねー。逆にルアーのくせにグレイシアは進化すんのかよ。アイスルアー。進化して入手することができる。はい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 。わかったよ。進化して入手する。要はこいつは進化後なの？進化後でしょ。グレイシアと何だから。あれじゃね？これ、あれ。あー、そういうことか。え？ちょっと待って。船順番割り振ってみる。いや、じゃあ待って、ごめん。ちょっと待って、いや、ちょっと待ってくんない？ちょっと待ってくんない？ちょっと整理していい一回。パッと思いついたポケモンいるんだけど、ちょっとまだ考えたいかな、ちょっと。なんて答え？安直っていうか、いや、なんかそれもキモいというか、なんて言ったらいいんかな。これね、別にポケモン GO、俺そんななんかガチ勢じゃないからさ。でもやってるよね、船。うん、一番やってる。知識があるわけじゃないからさ。だから困ってるんです。え、みんなわかんのこれ逆に。ちなみにわかってない。わかってない。何？ちなみにわかってない。何もわかってない。全然ピンときてない。ポケストップにアイスルアーを使ってその近くでしか進化できないのがグレイシアと何だから、グレイシアの本家の進化条件みたいな進化するポケモンで蚊がついてる誰かを思い浮かべればいいんや。そこまで分かってるんだけど今思いついてない。何だっけって今なって、なんてことだ。グレイシアみたいな。俺が順番を決めたいと思います。じゃあ俺が1文字目で、ヘルピンさん思い浮かんでる？確証はないけど、まあ1匹には絞ってる。おー、じゃあ、ヘルピンさん2文字目、A0 はどう？ヘルピンさんと同じ。俺、ヘルピンさん、A0、箱船、でいいでしょう。うん。はい、では、回答オープン。K
けけんかじ。違うのか。けけんかじなの？誰誰？え、寝ぶきじか。ああ、なるほどね。冬の姿にするために。あ、そういうこと。マジか。誰もけけんかじなんですけど。けけんかじなのか。けけんかじって、7世代のどこだっけ？場所の名前が出てくる。なんか山。山、山、山。ラナキラマウンテン。あ、そうそう、それ。それが石になったのか。氷の石で進化するシリーズ、ああそれが分かればできたのか。できたな。そういうことか。悔しいな。では第10問、光の壁、ステルスロック、エレキフィールドの効果を解除することができる技は何？マグラの回答 F。 あ？あ？そういうことか。あー、分かったけどむずい。これはいけんのか。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。え、ちょっと待ってくれ。英名なのこれ。ちょっと待てー。待てー。切ないさん、順番決めて。一文字目船で、次ヘルピンさんで、もう次 A0 で、その次俺か。そうなん？まあいいけど。解除する技だから。え、どういうこと？え、まあ、え、何を言ってるのか分かってない。あ、英語が分かんないからね。あ、よかった。よかったじゃないんだよ。よかったとかじゃないんだけど。ちなみにこれ日本語のことは分かってる船。今それから考えてる。日本語の技分かんないんだから話になんない。日本語が分かったんだったら後半渡してあげた方が良かったのか。てかまあ一番最後じゃね。冷静に考えれば分かる気がするから。ずっと頭の中でスピンスピンしてるんだけど。スピンスピンしてるんだけど、スピンスピンではないため、もっと使われてない技ですよね、おそらく。では、全員の回答オープン。D、E、F、O、G。お、来た来た来た。来た来た来た。正解。よーし。切り払いね。切り払い。てか、切り払いがそもそも5文字なのに。確かに、切り払い。英語で、無駄に英語でやされた。裏が、生きがってきた。それに合わせてあげる俺たち、インテリ集団。解除するだからっていうのは、なんか、でっていうのが、だから、で、多分そういうことでしょ。で。これは良かったな。後半分かんなかった、やっぱ。僕は、分かったよ。デフォックはデフォックだから。おー、やるね。切り払いが思いついたら分かった。最終問題、現在、9分の5、正解。うん。これをミスったら、勝率 50% で終わってしまう。まあ、勝ち越しして終わろうという。第10問。ソードシールドのルミナスメイズの森にいるユータとミレイのみが該当する男女のペアの肩書きは何カップル？知らねえ。何言ってんの？さあ、知らねえ。何言ってんのこれ。いや、なんかいたわ、あれ。でもあれ、頑張ったら避けれるんだよな、そこ。ルミナスメイズってザシアンと出会うところ？キノコのところで。あそこね。あそこな、ストーリー周回するときな、ノンストップで抜けれたらかっこいいから練習してたんだよ。このカップルに当たらないように。え、男女ペアがどこにいたかも全く記憶にないわ。分かりようがあるのかが分かんないわ、マジで。全然分からん。思いついた人順番決めてくんね。全然分かんない。全然分からん。いやー、でもなんかなんとなくその、ワンチャンありえる。あれ、ちょっと流星の滝のあれみたいなもんでしょ？金婚式。金婚式。あ、そう、金婚式、そうそう。それみたいなもんでしょ？ 5 文字で藻が入るんでしょう。でもこれ思いついたらどこでもいいと思うんだけど、最初は簡単なのかな、これ。簡単ってなんだよ。簡単とかじゃない気がするな。連想ゲームな気がする。連想ゲームか。いや、合ってるか知らんけどね。じゃあなんだ、連想ゲームでしょ。でも順番通りでいこうと。そうなの？なんでそう思ったの？順番多分そんな決めたところで意味なさそうだから。何も出てこない。無理。何も出てこない。何これ。いや、なんか一つ勝手を立てて、ただそれを5文字にまとめるのができていない。ヘルピンさん、俺が捨てた方、思いつかなくて捨てた方をチャレンジしてるの多分。全然ないってかかんねえ。何それは。全然よくわかんないけど、エルピンさんが悩んでるのはわかる。もしかしたらそれが正解かもしれないけど、思いつかないから捨て申した。いやー、きつっ。てか無理だ。ダメだ、もう意味わかんない言葉しか思いつかない。はい、では全員の回答オープン。リモダルリモダルリモダルカップルリモダルカップル何それおい、あ、森じゃないの？俺だけ合ってるよね、これ。2文字目がもっつった？ 2 文字目がもで、3文字目だで合ってると思うんだよな、俺は。だから A0 は森だと思ったでしょ。森の。いや、もちろんそうです。そうそう、森だと思った。森なんとかカップルみたいな。森好きなみたいな。森好きな。森好きな。森探検。森歩きって言った。森歩き。森歩きが。森歩き。森歩きって何？森歩きはちょっと思う。じゃあ船は？なんとか腕終わる可能性もあるかなと思って書いたんだけど、適当に。
いやもうこれは肝試しだろ。すごっ。無理だ。レベル高すぎるだろ。うわー、無理だ。悪いねー、それは。全然無理だ。こんなん無理よ。いや、絶対森やと思ったのに、うざいな。森はね、森に繋がるやつ、思いつかなかったからこっちだと思って。森はでも安直だしなと思って。え、そう、安直すぎるけど、これしか書けない、もう。スーパーマリオ RPG の謎解きだ。そうなん？それ、海賊船の中のキーワードだ。ちょっとよくわかんない。何言ってるかわかんないけど。ユータとミレイを並び替えると、幽霊ミタになるんだって。うわぁ。うわ。そんなヒントが。無理だよ。深っ。伏線やば。肝試しカップルになるように、両親が仕向けたってことか、名前を。いずれ巡り合うように。怖っ。無理だね。相手は、結果は10分の5正解で、クリアならず。いまいち。これはなぁ、まあ、合ってるけどね、もう3番と4番とか。両騎士。頭にあったからね。角ドリック。そんなこと言われてる。角まで合ってるからな。まあ、マーシャとはもう間違えたけど。俺もミスった。ダッコンってなんやねん。魂を奪うからダッコンでしょ。完全に造語。ゴースト技だから下脱する方だと思って、脱出の脱にしてみたら。いや、ていうか俺根っこだと思ってた、コン。いや、そう、根っことか思いついたけど、まだこれやろみたいな感じだったけど。まあ、でもこれは難しいところ俺が取りに行ったから、ミスったのは、多めに見てよ。脱っていう感じが、まあ一番難しいな、確かに。じゃ、ノーミスは、名倉さんだけか。確かに。そういう設定だろ。天才だから。突然、英語にしだすというナメプもしてるのに。英語も小文字やん。変えとこう。ほんまごめん。本家のネプリーグでもあんのかな。ずっとオーストラリアとかに行ってた芸能人が英語で答えちゃう。ほんとダメだ。ウエンツエイジとかネイティブ発動するかもしんない。ウエンツそこまで染まってないだろ。岡山筋肉とか筋肉留学終わって。なんで だ, よ だ, だいぶ前だ。もうやばいくらい前だ。じゃあ次はトロッコで。トロッコ、うん、無限にパクれるな。そのうち全部パクりましょう。潔いな。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。お願いします。